みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのらしいほとりみです。はい、ということで今回はね、学校がですね、第2週目を迎えました。分散登校、はい、ということでまたね、語っていきたいと思いますよ。はい、世間話です。皆さん、1週間終わってどうでしたか、先週？まあ慣れないなって思いました。そうだよね。先生も変わるし、友達も変わるし、クラスも変わるし、もう3時間ですよ。変わる。ほら、クラス替えして変わったじゃん。それなのにいきなりさ、そう、分散登校だし、3時間だし、先生も変わるし、クラスも変わるしさ、うん、慣れないことだらけですよね。勉強も難しくなるし、はい。リミ、でもさ、先週さ、金曜日になってやっとちょっと慣れてきたって言ってたじゃん。うん、慣れてきた、うん、最初よりは。うーん、最初はなんかやっぱりちょっと嫌だなって感じだった。もう学校嫌だなって、うん、ちょい嫌がってたもんね。でもなんとなく慣れて、まあ学校もいいかなみたいな感じだった。なった、うん、どうですか今週は。今日行ってみて、今日行ってみて、今日の感想、うん、うん、2週目として行ってみてどうですか。テストが増えました。ああね、なんかしょうちゃん毎日のようにテストがあるみたいよね。うん、今日も算数、明日理科、明後日国語、しあさって社会なんですよ、テストが。ほら、1週目で本当に勉強をね、5月とか4月分の勉強を確認して、2週目にそのテストみたいな感じなんで、なんか翔ちゃんが珍しく勉強がのスピードが速いから、家で自学学習、うん、しないと、自宅学習っていうの、うん、しないとって言ってて、うん、はい、やっぱ5年生になるとちょっと難しくなりますね、勉強も。はい。勉強しないとね、見つけないよね。見つけないので、授業1時間で本当4、5月分 やるんで。そうだよね、ペースも早いしね、焦るよね。リミはどうなの、授業はどうなの。授業ね、算数は嫌だけどね、算数よ、他は大丈夫そう、うん、まだついていけてる、うん、社会大丈夫なの。算数ね、時間長く感じる、うん、あ、時間長く感じる、うん、大丈夫、授業かちゃんと聞いてる、うん、本当時間長く感じるって大丈夫かな。でもさ、いつもより早いんだよ、時間。そうそうそう、いつもちょっと短縮なの、いつもより短縮だよ、うん、それで長く感じるの。来週からじゃもっと長く感じるかもね。来週からはもう普通通りになるので。はい、給食も始まるしね。給食食べれる気がする、パンと。そう、最初はメニュー見たらパンゼリーパンゼリーパンゼリー、そう、最初の3日間 ぐらいはパン1個にゼリー1個みたいな、うん、そう、でヨーグルトやばいよね、牛乳。こんなこと多分ないよね。すごい経験だよね、ある意味。確かにすごい経験。ママでさえパン1個、ゼリー1個の給食ないわ。さすがにすごいよね。ね。でもちゃんと元通りに戻るのかな。なんかメニュー表1ヶ月全部見てみたけど、うん、なんかずっとおかず1品とかだった気がする。ご飯。おかずなかった。なかったおかずない日もあったよね。大丈夫なの？ご飯、うん、味噌汁、牛乳みたいな感じかな。どうしてだろう。やっぱなんかこう危険だからかな。何が関係あるんだろうね。コロナでこうやるとこうやって、こうやるとコロナ。でも先生が配るんだよ。先生一人で配るんだってよ。やば、40人の。40人はみんな席についてて、先生が一人で、こうやってこうやって。そうそうそう、一人で給食取りに行って配膳するっていう書いてあったよ。机こうやってこう、多分先生それか一人ずつ取りに来てかもしれない。さすがにそこは取りに来てかもしれないけども、配膳終わってるのを先生がこうやって一人ずつ配るのかもしれない。とりあえず先生負担がすごいですね、はい、先生うわーって思ってるよね。給食始まったらこれ一人で持って一人でやるのかって思ってる先生もいるかもしれないですけど、でも先生だってね、早くね普通常に戻ってほしいと思って頑張ってくれてるんだね、うん、はい。みんなも掃除も先生なんですって。そうだよ、掃除も一人で先生が、わー、うん、しばらく掃除もないし、雑巾がけとトイレの掃除も、そうね、大変
変だ。やっぱ掃除っていうものはさ、床に菌が落ちてたりとかしてさ、それを生徒がむやみに掃除しちゃうとっていうのもあるだろうから、やっぱしばらく掃除もないんじゃないかな。ねえ、そこ嬉しい。ルンバでいいじゃん、ルンバ。あ、ルンバ。でもルンバはさ、簡単なさ、ゴミをさーって取る掃除機的な役割じゃん。やっぱこう水拭きとか、繊維の水拭きあるよ。あるよ。あ、そうなの。ここになんか雑巾がついてて、水でこうやってこうやるの。あ、そうなんだ。あ、じゃあそれかもよ。それをまずやって、その後消毒してんのかもしれない。多分消毒はするからね、きっとね。うちの学校にルンバ的なものあるよ。ないよね。ない。ないんかい。ない。うちの学校はないんかい。ないないない。じゃあダメですね。どうですか、大丈夫ですか。まあ大丈夫なんだけど、つまんないよね。まあ、確かに休み時間つまんない。ずっと本読んでて、本読んでるふりして私妄想してるから。わかる、なんていうの、妄想してたの私。やめて、怖いから妄想とか。何の妄想してんの。私がアニメの中に入れたらとか。ああ、そんなこと考えながら休み時間過ごしてんの。うん、本読みな、本読みながら妄想してて、うん。やっぱ遊べないってのは本当かわいそうだよね。うん、遊べたらこんなこと私考えない。どうしようって思ってる。かわいそうじゃん。どういうこと？思ってない、思ってないのに。なんでリミが、なんでリミが切れてんの？切れないでください。かわいそうと思ってます。外遊びできなくてかわいそうだなって。本当だよ。本当に思ってる。かわいそう。じゃない？じゃないって言われた。ママが何？かわいそうと思ってないとでも思ってるわけ？思ってる。なんでよ、かわいそうと思ってるよ。やっぱ子供はね、外で遊ぶのがなんぼなのにさ。ねえ。ちーちゃんね、案外学校ではね、塩対応なんですよ。妹にみんな優しいって思うかもしれないですけど、実はかなり学校では塩対応らしいです。だってリミ、あっと叩いてくんだよ、こうやって。でも兄弟あるあるなのかな、こういうのって。あーっていう兄弟いる？いない。いない。いない。いないよね。あったら必ず喧嘩みんな。そうだよね。やっぱ兄弟あるあるなのかな。でもさ、友達とかにさ、うん、かわいそうって言われたことあるんでしょ？あるよ私。しーちゃん、しーちゃんがなんかね、リミの友達にね、うん、しーちゃん、なんかリミがかわいそうだとか言われたことあるよ。あはって言って終わったけど私。冷たいの学校だと。しおちゃん、だってリミが叩いてくるんだもん。そりゃ逃げるわ。リミ叩いてきて。やだ、こうやってくんじゃん。リミはそれはあれなんだよ、愛情表現。そうそう、俺が愛情表現なの。だってリミいつもこうやってくるもん。授業参観とか行ってもママとかくんじゃん、うん、絶対こうやってくる。だから愛情表現なんだ。なんか無意識でやってんの。なんか照れ隠しっていうか、わかる、うん、そこを理解してあげないと姉として。でもそれがムカつくの。なんでよ、なんでそれムカつくの。なんかさ、うん、変な顔でそれがリミの、愛情表現で、こう照れ隠しで、うん、そうなっちゃうんだよ、こう恥ずかしいっていうか。まあしーちゃんみたいな心の中ではしーちゃん会いたいって言ってるのに、それで言葉に出さずにこうってなっちゃう。そうなの。そうだよね。でしょ。そうなんだ。だから叩いてる、意識はないわけよ。どうなの、意識ないの、うん、意識ない。叩いてるっていう、こうなんかバシバシっていう、叩いてるあれはないわけ。分かってあげて、そこは、ね、もうちょっと優しくしてあげてください、お姉さま。はい、学校でね。ムカつくけど、はい、なんでムカつくとか言うのかな。すいません、ムカつきません。ムカつかないです。ちゃんと会っても優しくしてあげんだよ。はい、ミミーって。はい、練習。ミミーそれ学校で言えるの。ミミー学校で言ってね。リンちゃんもいいか。リンちゃんやっほー。うわ、さすがにリンちゃんはね。やだやだ。じゃあリミッピー。どうしたのって言われるよね。誰って言われるよね。リミッピーって誰って。うちの妹はだったら見てるから。そんな風に呼んでんのって言われるよ。そっか、じゃあリミでいっか、うん、あ、リミだ、あーみたいな。だからおって、あ、うん、リミ
よよよ、あ、そうそうそう、それぐらいしたよ。絶対無視するじゃん今。ネムもって言われたら言うって言わなきゃ。よあー、これ照れ隠し、照れ隠し、これ照れ隠し、今のカットって、あ、今のカット、あ、カットね。なんか泣くことあった？嫌だった。え、これが嫌なの？よが嫌なの？よって嫌なのか。あー、嫌なんだって。じゃない、本当にいつも通りに無視ればいい。これがいいの？うん、これがいいの？うんがいいのね。いいの？やだやだ。じゃあ私無視するね、これからも。なんで？え、じゃあ私もこうすればいいの？やだ、それもやだ、それもやだ。猫みたいじゃない、二人。猫もやだね、私。どうするのが一番いい？リミシーちゃん、声かけてほしい？声欲しいって、声のかけ方は？リミこんな感じ？よみたいな。よ、よがダメでしょ。リミみたいな。こんな感じがいい。リミでいいの？はぁ、あぁ、じゃあ、しょうちゃん今度会ったらリミで、リミが来てくるからこうやって構えたくない。こうかわかる。リミがこうやって来るからふっ、私ね、受けるよ、こういう時。うん、こうやって、こうやって受ける。へぇ、それでリミがずっとこう連打してくるから、こうやって私めっちゃ受けると、リミの友達に、うん、ひちゃんひどいと言われるの。ひどいでしょ。叩かれるから避けてんのに、ひどいとはと思っちゃうんだけど、あはは、って終わるのね、いつも。じゃあ今度当たりに行けばいいから。リミもあんまり叩かないようにして、一個ぐらいこうならいいけど、こう連打してね。しほちゃんがせっかくリミって言ってくれてんだから、これぐらいにしときな。猫みたいじゃないか。こうか、いい、それなら。帰ってきた、パパ来とく、早い、うん、あれ7時半って言ってた。下が賑やかになってるみたいなので、そろそろ終わりにしましょう。はい、はい、ということで、閉めますね、はい、今回ですね、学校の2週間目の学校ということで、はい、雑談というか、そうですね、実験話を、はい、話してみましたっていう動画です。来週から給食が始まるので、はい、給食の感想もね、またね、伝えたいと思います。はい、ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。